高価のギャラリーのろぺこです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。イヤリングが4点です。猫のデザインもあります。42番です。猫ちゃんのお顔はレジン作品です。パールビーズやカットガラスビーズ、アクリルビーズ、そして先端にはお星様のチャームが下がります。ちょうど耳たぶの部分に猫が来るデザインです。ネジバネ式の金具です。49番、こちらも猫のデザインです。黒猫ちゃんです。こちらもレジン作品です。カットガラスビーズ、そして天然石はクラック水晶とヘマタイトです。こちらも耳たぶの部分に猫が来るデザインで、ネジバネ式金具です。43番です。耳たぶにお星様が来るデザイン、ブルーやパープルで綺麗なお色です。こちらクラック水晶や翡翠、アゲート、そしてアクリルビーズやカットガラスビーズが使ってあります。2つの差があるモチーフですが、1本はイヤリング金具のこの U の字になった部分から下がります。つけると耳たぶの下から揺れる感じです。ネジバネ式の金具です。48番、アクリルビーズやウッドビーズで軽いデザインです。そしてこちらもネジバネ式金具です。作品の詳細ページを動画の中からリンクしていますので、ご覧になってみてください。